クライシスコア、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、クラウドが怪我したんだけど、大丈夫？もう少し休ませてくれ。まあなあ、かっこいいとこ見せたいのに、みたいなところはあるよね。ん？メール？誰だ？ハンゼルかな？よかったら。今日、俺の実家に遊びに来ないか？母さんの手料理をご馳走するよ。今日はシチューを作ってくれるんだ。母さんのシチューは最高にうまいから、ザックスにもぜひ食べてもらいたい。あの人大丈夫？やられちゃった兵士の人大丈夫？だいぶダメージ受けてたみたいだから心配です。ザックスがいてくれてよかった。ありがとう。やっぱりソルジャーって強いね。今度ソルジャーのことを詳しく教えて。聞きたいことがある。クラウドか。まあなあ、心配だよなあ。なあ、おばちゃん。ありがとう。ごゆっくりする。これ、セーブするんだけどさ、これ時間見てほしいんだけどさ、電源、なくなっちゃってさ、電源っていうか、充電なくなっちゃってさ、日付のデータ消えたんだよね。別にいいけどさ、ん？の、ティファ、セフィロスは信頼式にいるみたいだよ。あのでかい屋敷のこと？そう、昔から信頼のものよ。なるほどね。行ってみましょうか。進路屋敷。行くにはあれか、上から行けばいいのか。そういや、七不思議が。アリス、やっと通じた。ああ。なあ、悪いけど今取り込み中なんだ。後で電話する。ううん、しなくていいから。わかった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。すげえ悲しい気持ちになってる。エアリス、もうちょっと待ってろよ。もうちょっと、もうちょっとね。あ、そうか、地下洞窟。そっから恐ろしいうめき声が聞こえてくるって話さ。でも地下には2階から通じる秘密階段を降りていかないといけない。そうか、今開いてんのかな。大五郎、不思議頼んだよ。お、何してんの。心霊式はこの先、階段を登って左に行ったところだ。ついてこい。水を得た魚のように。出身だもんな。昔から、か。そうか、昔こそここの、ね、村の、あれに用があったけど、みたいな、そういう話か。メール。伝言だぞ。元気で任務やってるか。思ったより長い仕事なんだな。お前に代わってエリスを見守ってやろうと思ったら、なぜかタークスも見守ってた。彼女、花売りワゴンのタイヤが外れて使えなくなったって言ってたぞ。直してやろうとしたら断られた。ザックスに直してもらうんだと。だから早く帰ってこい。心が痛い。私だって戦える。セフィロスって何考えてるか分からない。他のソルジャーもこんな感じなの？例えば、金髪のソルジャーなんている？別に意味はないのよ。女の子の憧れでしょ。ピンチの時に金髪のソルジャーに守ってもらうのなんて。でも、待ってるだけじゃダメだから、私も格闘を始めてみたの。師匠には筋がいいって言われてるのよ。始めたばっかりぐらいか。おいおいおい。取り替えろ。あ、もう。
よいしょ。さあれ、ブリザラ、あ、外した。残念。レベルは上がる。急所切りか。急所切りこの方が使いづらいんだよ。どっちみち揃っても出なかったな、技。セビロスさんは2階の右の部屋に行ったらしい。よいしょ。めっちゃメール来るな。ザックさん、セビロスさんと仕事だそうですね。以前連絡を取りたがっていたようだったので、これでお話ができますね。今回はセビロスさんのご指名と聞きました。主要なファーストがほとんどなくなり、セビロスさんも部下の面倒を見るタイプじゃないので、今度はザックさんが引っ張っていくことになるんじゃないですか。出世まで、出世の道真っ暗ですね。僕は一生ザックさんについていきます。一生ついてこいよ。敵になるなよ。お願い。言い忘れたけど、私が金髪のソルジャーのことを探してるって他のソルジャーさんには言わないで。お願いよ。クラウドに言いたい。開かずか。ここは開かずなのか。右の部屋？あ、ここ？今まで見てなかったな。あったんだ、部屋なんて。なんかある？ないな。ここかい？そうだよな。なんか2階から行けるっつったけど、どこの話か全然分かってなかったもんな。おお、びっくりした。セビロさんの様子が変なんだ。地下通路への鍵を開いていて、鍵が開いていて、どうやら中に入ったらしいんだけど。地下通路？えらい広いな。こっから戻れるのか。オッケーオッケー。音楽がこのままでいいのかみたいなところなんだけど、っていうか信号室の下にこういう敵がいる時点でもうって思うけどな。沈めか。音楽が悲しい。棺桶の鍵？一生エンカウントしてしまうぞ。ジャンプしないから楽だな。はい、棺桶の鍵めっちゃ手に入るんだけど、いる？そんなに。なんか物はあるんだけどな。よいしょ。ジャンプしてくるやん。してくるわんって。してくるやん。よいしょ。おい。やば。あーらら、当たっちゃった。そんなにいる？それしかドロップしないのか、これ。ソーマだったな。植栽だね。よし、で。ん？アクティベイティングコンバットモード。で、どっちだ？マップを見ればいいんだけどさ。はい。ふい。ゲイ。棺桶祭りなんだけど。ん？どこだ？こっから来たんだよね。
ああ、ここ？マップ。こっちか。すげえな。どうやって作ったんだろうか。攻撃してきてくれれば、避けて後ろに回るともできるんだけどな。見たことあるやつばっかだね、やっぱ、ここまで来ると。ラッキースター。ザックスなら勝てる。よーし、燃えてきた。浮気では。よし、広いな、本当に。ここは？あ、入れる。これか？あ、オッケー。開かない、どうやら棺桶の鍵が必要なようだ。使う。誰かが眠っている。なんか、そっとしておいた方が良さそうだな。これがヴィンセントなんだっけ？確か。これで一回報告に行くかい。タリスマン。そっとしておいた方が良さそうだなっていうのも、なかなかどうしてって感じはするけどな。まあ、寝てるんだったらな。寝てるんだったら、そうだもんな。俺も、寝てて起こされ、知らねえ奴がさ、急にさ、寝てるとこに来て、起こしてきたら、さすがにちょっと、ってなるよね。なると思うし、めちゃくちゃ嫌だと思うからね。それは仕方ないな。でもこんなさ、寄り道していていいんだろうか。さすがにね、子供の頼み、だと言え、一応でもそうか、こっち別に仕事だけど、仕事としてやってるわけでもないもんな、これ。とりあえず、報告行く？行くっていうか、行かざるを得ないんだけど。でも、誰か寝てたよって言われてさ、あ、そう？みたいな感じで、納得はしないよね、子供的には。子供心に、じゃあそれは誰なんですかって、それを調べるのも仕事じゃないんですかっていう話になってくると思うんだけどな。ならないのかな。ちゃんと調べようという気はありましたかって。俺なら聞くね。どういう回答をするのかがすごい気になるんだけど。お、記者。英雄セフィロスが来てるってね、カメラの用意して待ってるんですよ。セフィロスはモンスターのツーショットが欲しいんです。消えながら家に入ってるわ。シャッターチャンスを逃しちゃいますよ。死ぬぞ、お前。そういうやつが死ぬんだよ。インスタ映えとか狙うんだろ？え？変な人が寝てただけ？ただのいびきだったってこと？なんかちょっとがっかりだけど、でもその人誰だか気になるよね。そんなところで寝てるなんて、死の実験の合か何かかな。6番目の不思議はね、炎の中に宝物って一体があるんだ。でも、それ以上の情報は分からない。これだけじゃ調べようがないよね。もう少し僕は調べてみるから、お兄ちゃんはまた待ってて。炎の中。まあ、こっから起こることを知っていれば、ああ、なるほどねってなるんだけど、なるほどねってあんまりなりたくない話なんだよね。セフィロスがこもって、セフィロス人間味ある時めちゃくちゃ好きだったんだけどな。ああいう、なんだろう、戸惑いからのああいう感じになるっていう、まあこっから先の話なんだけどさ、わからなくもないんだけど、なんていうかなーって感じなんだよね。よし、とりあえず、もう一回、
地下洞窟の方に行こう。棺桶の鍵がいっぱい手に入ったのはそういうことが何個かあったもんね。あれ多分他のやつだったらモンスターだったと思うんだけど、アイテムとかじゃなかったはずなんだよね。で下に降りてと。で、どこだろう。とりあえずこっちの奥も見てみるか。多分一番進まなきゃいけないところとしては奥だと思うんだけど、ここもあれか、棺桶があってってことか。全部か。よく当たり引いたな。普通に覚えてなかったんだけど。邪魔すな。ほんと曲が物らしいのだけどうにかしてほしい。よいしょ。お、クラウド。お、クラウドを期待させておいて。フェニックス見たいんだけどな。はい。地下には絶対届かんよな、その攻撃。ほい。棺桶の鍵を手に入れた。棺桶の鍵が、鍵でポケットがいっぱいになるな。お、セフィロス。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガツ博士はジェノバと命名した。朗読してんのが一人で。X 年 X 月 X 日ジェノバを古代史と確認。違うけどね。ジェノバプロジェクトを承認。マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか。ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にしてくれ。一人にしてくれっていうやつを一人にしてよかった試しってないよね。あるのか？すごいなぁ。薬の瓶がすげえ置いてあるけど、大丈夫なのこれ。それ以降セフィロスは信頼式にこもり気になった。まるで何かに取り憑かれたように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。座って読めばいいのに。まあオリジナルでもそうなんだけど。そして7日目。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。何があったのか次回やっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。